楽ウマクッキング。今日は時間がなくても大丈夫、アイデアがあればでおなじみ、料理教室キッチンスタジオマムで活躍中、忙しい主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今週はですね、おせちのアレンジ料理、おせちがね、ついつい余ってしまったのがちょっと飽きたというご家庭ね、いろいろと多いと思いますので、こんな風にアレンジしてくださいというテーマでお送りします。はい、今日はこちらを作ります。はい、かまぼこの串揚げ。かまぼこね、余ってるっていうご家庭もあると思いますけど、今日はこの串揚げの衣が美味しいですね。そうですね。川添さん出身が関西ということ で、串揚げの本場ですよね。そうですね。なので今日は串揚げのこうすると美味しい衣が作れるというところをね、ぜひ皆さん参考にしてほしいと思います。さあ、それでは早速クッキングスタートです。まずね、そのかまぼこなんですけども、これね、高さをね、2分の1ぐらいのところではこの辺ぐらいですよね。ここからね、ちょっとね、切れ目をね、入れて、割に深めにね、切れ目を入れていきます。で、これをね、切り離さないようにね、割に中まで入れてください。結構、ね、そうなんです、なんか3枚におろすのかなみたいな、はい、結構深め、でも切っちゃダメなんですね。そうなんです。はい、で、こうやって切ったところで、これね、板から外していきます。ここで初めて、そうなんです、板から外します。こう板のままするとね、割に結構しやすいのでね、はい、で、これで外しますね。板についた薄いのがちょっと美味しかったりしますよね。これ削って食べてください。捨てないで置いておきましょうね。はい、で、こんな風にね、ちょっとここが空いたような感じになってます。はい、じゃあこの中にね、大葉なんですね、これ。じゃあ大葉を並べて、横に広げて、で、これね、梅干しなんですけども、ここに梅干し2個、種取ってあります、種を取ってね、ちょっとほぐしてありますね。梅と大葉っていう時点で大概の食べ物は美味しくなりますね。美味しくなりますよね。もういいコンビですよね。いいコンビですよね、これはね。いいと思います。ちょうどなので、今かまぼこの幅分ね、こう梅を広げていってますね。梅広げていってます。はい、で、これね、ちょっとね、こういう風にね、包んでいきましょう、大葉でね。大葉だけでまず包むんですね。そうなんです。で、この方がね、多分挟みやすいと思います。で、綺麗。これ、先ほどのね、これ空いたところにこれを入れます。おー、ちょうどよく、で、これでちょっとね、こんな方が、でね、今日のうま技なんですけれども、大葉と梅干し言われましたよね、相性抜群です。それでね、かまぼこに挟んでね、かまぼこそれだけでも美味しいんですけども、これを挟むとまたずっと美味しくなりますよね。じゃあこのかまぼこね、切っていきましょう。で、これね、8つ分ぐらいに切りたいので、まず半分に切りますね。で、これを、こんな風に4つにね、切っていきましょう。ね、切り口がこんな風になってます。おー、綺麗に挟まってますね。じゃあこれをね、串にね、刺していきましょう。はい、これ串なんですけど、これ開いたとこありますよね。で、ここでいいと思います。この辺の端っこの方ですね。なるほど、真ん中の方にね。で、梅干しが出たらね、こういう竹串なんかで中入れられたら入ると思いますのでね、入れてください。だからこの端っこの方を止めるような感じですね。そうですね、止めるような感じです。串揚げですのでね、こうやって持っておきましょう。じゃあこれをお願いします。さあ、じゃあね、衣の方を作っていきましょう。まずね、これ用意するのが溶き卵です。これ大さじ2ほど、ちょうど卵半分ぐらいだと思います。じゃあこの中にね、まず牛乳が入ります。これは今日ぜひね、そのままレシピそのまま覚えてくださいね。美味しい串揚げが家でできますもんね。これね、白ワインなんですよ。なければお酒でもいいかと思います。そしてこれね、10ミリリットル、マヨネーズです。ここでマヨネーズ。そうなんです。マヨネーズがここへね、入ります。で、入れたらば、これね、ちょっとね、マヨネーズが入っているのでね、ダマにならないように少しちょっと混ぜてしまいましょう。でもさっと溶けますね。溶けます、溶けます。大丈夫です。で、しっかり溶けたところで、これは置いておきましょうね。こっちは置いておきます。でね、次に、ボウルに行きます。これは薄力粉が入っています。そしてこの中に、これはね、片栗粉ですね。大さじ2の薄力粉に小さじ2の片栗粉。そしてこれちょっとね、混ぜておきましょうね。
で、青山さん、これ私これ持ちますので、はい、少しずつこの中に入れていただけますか。ちょっとずつですね。はい、はい、ダマにならないようにということです。これは、はい、いいですよ。衣のサクサク感がすごくいいですよね。ですね。はい、じゃあね、これね、今日のおまかせなんですけども、うん、衣にね、牛乳入りました。牛乳入りました。これね、コクが出るんですよ、うん、そしてあの白ワイン、これでね、さっくり感が出ます。あ、白ワインで出すんですね。あのアルコールが入ってるので、ね、これでさっくり感が出るんです。じゃなければお酒で、はい、お酒でも大丈夫だと思います。必ずでも入れた方がいいですね。そうですね。今日でもこのままレシピ通り覚えてほしいですね。はい、でこうやってもうあとは滑らかになるまで、ね、うん、もう本当にあの気になさらないでぐるぐるぐると混ぜていただいて大丈夫です。これなのでもう定番の串揚げ の, あの衣のレシピということですよね。はい、そうなんですね。今日かまぼこだから特別にこういう風にしたってことないですね。ないんですね。うん、でこの中にできたもののこの串揚げですので、はい、串元もねここに入れます、うん、でこんな風に入れたらばさあパン粉の方に行きましょう。結構衣もたっぷりつけていいんですね。はい、はい、そうです。はい、で衣なんですけども、はい、これあればあのちょっとね細めのものを用意してください。目の細かいもの。そうなんです、うん、これがもう大阪流なんですよね。大阪流、うん、大阪はねやっぱりちょっと細かいんですよこの衣が、ね、性格が。そう、いやそんなことない。衣が細かいです。衣がね、衣が細かい、はいはい、でこれをね割にギュッとつけてください。ギュッと、ギュッと、うん、しっかりつけていいんですね。しっかりつけてください。はい、いやでも本当衣が美味しい串揚げでした。これ、はい、ね、はい、これでいいと思います。はい、じゃあこれできたものをこう置いていきましょう。はい、はい、じゃあね油の方へ行きましょう。はい、油の方上げていきます。もうねこれあの今日は中にあの火が通ってるものばかりなのでね。そうですね、あの周りがねあの焦げればいいって感じなのでね、はい、もう揚げ焼きでいきますね。はい、いやいいです ね, ね、はい、かまぼこもね美味しいですけどやっぱり飽きちゃいますよね。飽きますね、どうしてもね。先生これお願いできますか。はい、はい、じゃあこれでね裏表ちょっともうあの焦げ目がつく程度きつねぐらい、うん、色ぐらいになるまでね揚げていってください。今日はこれねおせちのアレンジということでかまぼこしか揚げてないですけど、はいはい、同じようにさっきの美味しい衣で不定番の串揚げ作ってもいいわけですね。そうなんです。どんなものがやっぱりいいんですか。やっぱりあのねあのカツいいですよね。それからの牛もいいですよね。牛カツいいですよね。あとあのお野菜あの椎茸だとかアスパラだとか。あ、串揚げのアスパラは美味しいですね。玉ねぎなんかでもいいと思います、うんうん、はい、じゃあねちょっとこれ見てみましょうかね。あれをねソースにドボンとつけて食べますよね、うん、関西では、ね、そうです。一度だけでつけて、はい、二度付け禁止っていうのねありますよね、うん、はい、でもね串揚げってね本当お店によってねいろいろ違うんですよ、うんうん、あのちょっと衣が厚かったりどこの串揚げが好きっていうのはやっぱりありますよね。あ、やっぱりね、うん、はい、じゃあどうでしょう、ちょっと見てみましょうかね。はい、今日はだからこれ家で美味しい関西風の串揚げができるという衣ですからね、はい、そうですそうです。もうぜひ使ってみてください。ちょっと細いかな。もうちょっと揚げたいですね。もうちょっと揚げたいですね、うん、色がねもう少しねあのきつね色ぐらいの方が美味しさがありますね。でもこの衣もね割に本当にさっくりするんですよ、うん、さっくりでした。でしょ、やっぱりだからお酒なんですね。白ワインとかね、アルコールが入るとね割にあの、うん、であの気化するのが早いのでそれと一緒に水分飛ばしてくれるの で,、うん、でやっぱりさっくりしますよね。であの牛乳がいいんですよ、コクがね出ますのでね。はい、もうついてきましたね。はい、温度は大丈夫ですか。大丈夫ですと思う。108度ぐらいでねやっぱりあのゆっくり揚げてくださいね、うん、はい、じゃあひっくり返しておきましょうね、はい、今日ねこれ揚げ焼きにしましたけども、ねはい、あの普通のあの串がありますので深い鍋にこう串ごとつけられても、ね、そうですね、うん、いいかと思いますよ。はい、よいしょ、つけてきましたね、色がね。はい、なんかアルファベットの M に見えますね。見えますね、うん、それだけなんですけど。で、ね、これね今日ね梅干し入れましたけどもね、はい、これ子供さんでした。チーズなんか挟まれてもね、チーズいいでしょうね、と思います、うん、さあじゃあこれでねちょっとね、はい、反対側曲げていきます。反対側曲げていきましょうね。さあそして今日はですね、はい、まあ、串揚げといえばソースなんですが、まあ、かまぼこなんでね。そうなんですよ、はい、ちょっと別のつけだれを作りたいと思います、ね、うん、作りたいと思います、はい、これは大根おろしが、ね、大さじ1ほど入ってます、はい、大さじ1の大根おろしです、はいはい、でこの中にねこれめんつゆが入ります。めんつゆより今日2倍濃縮のめんつゆを使いました、はい、なので、ね、少しお水の方を入れておきましょう。
なのでめんつゆとお水同じ大さじ1ですね。はい、はい、そしてね、ストレートだったらごまでいいわけですね。いいと思いますよ。でこれちょっとね、あの風味付けとかでごまの方ねちょっと入れておきましょう。はい、はい、白すりごま大さじ1/2入りました。はい、あとはねこの混ぜるだけなんですね。簡単、簡単でしょ。うん、はい、でこれちょっとね添えておきましょうね。はい、はい、でもあれですね、ソースでも合わないことはないでしょうし、大丈夫ですよ。何より基本的にかまぼこに味がついてる。でそこに、うん、あの大葉と梅が入ってるということで何もつけなくてもね美味しかったりしますね。なのでお弁当の、ね、おかずなんかにも、あ、そのままでいいでしょうね。はい、お弁当おすすめですね。おすすめですね。はい、じゃあでも余ったかまぼこがね何とでもなりますよね。どうでしょうかね、ちょっと見てみましょうかね。あ、色ついてきましたね。もうそろそろねいいかなと思います。じゃあ入れていきましょうか。はい、この辺の色づいたところからいきましょう。はい、はい、いいですね。ね、揚げ物っていい匂いしてますよね。うん、食欲そそりますね。ね、はい、なんかあれですね、あのおせちが続くとものすごい揚げ物を体が求めてたりしますよね。ですよね、カレーとかね。あ、ちょっとこれが崩れます。それもじゃあ後にします。そうしましょうね。はい、じゃあこれでちょっとねこちらで、串が甘かったのかな。はい、はい、上がりました。はい、じゃあね、盛り付けていきましょう。盛り付けていきましょう。はい、ですね、せっかく串があるのでね、このままいきましょうよね。こういうふうに、ね、串が見えるようにね。はい、赤もいっていったんですか。赤いきましょうかね。はい、じゃあ紅白のかまぼこでしたもんね、お正月だったのでね。はい、はい、これで出来上がりました。はい、こちらでかまぼこの串揚げ完成です。さあ今日の材料はご覧のようになっています。かまぼこに大葉と梅干しを挟むことでかまぼこの旨味をアップさせています。そして衣はぜひねこのまま覚えてください。関西の美味しい串揚げはご家庭で作れます。牛乳を入れることでコクを出し、白ワインでさっくり感を出しています。ということでぜひねこのつけだらと合わせてお弁当のおかずなどにも入れてみてください。はい、さあ2017年も揚げ物大好き泉水さんどうぞ召し上がりください。いただきます。はい、はい、うわーサックサクですね。ちょっとタレにつけて。熱いですからね。熱いですよ。はい、縦にいくかい。うん、うん、おー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 、おお。だから熱いって言ってるのになんで一口で入れるんですか。うん、でも、うん、梅がアクセントになって、うん、そうなんです。はい、さっぱりいただけます。で、かまぼこの食感ってこんなにプリプリなんですね。揚げるとね、揚げると全然違うんですよ。多分ちょっと全体的に膨らんでたりもしますよね、かまぼこがね。油の風味がつきますのでね、うん、そ、ま、生で食べるよりもね、またちょっと違った風に楽しめますよね。お子さんも絶対好きですね。うん、ボリュームも出ますしね。うん、はい、ぜひ皆さんもね衣と合わせて楽しんでみてください。川添さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ明日は野菜ソムリエの花井さんにおせちの残りで簡単ワンプレートを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。